さあこちらうういやこれちょっとあのーあのね勝ったんはいいねんけどあのー、気持ちがあ,あれやねあのー、テンションがね勝った時にテンションが上がって、えー、その後ねあのー、テンションが下がって置きっぱなしやったはいあのー、マックスファクトリーの えー、キングスカッシャーです。はい。まあ、このキングスカッシャーやな。ラムネフォーティラムネフォーティ風に言うたら、俺は今、猛烈にとかって言いたいとこやねんけど、勝ったことで満足したせいで、あのー、熱血モードが下がって、んで、変形せえへんみたいな、サムライオンに。<laughs> 変形せえへんみたいな状態やってん、ずっと。実はこれね、あのー、 キングスカッシャーとクイーンサイダロンがあの2個ずつあんねん、ここに。1個勝ってんけど、ちょっと良さそうやからもう1個勝ってんけど、あの結果として、あの勝ったことに満足して、実はそのまま置きっぱなしちゃってん、ずっと。ほんで、またね、具合悪いことに、あの1個目のやつが説明書出して、これほんまにサムライ、サムライオンになんのんと思って、 それ見たいから説明書ちょっと抜いたんやけど、その後説明書が行方不明になりまして、で、あ、あえて、あの、2個目のやつやな、あの、グッドスマイルカンパニーのこのキット、マックスアクトリーのキットは、パーツの不足があったら、パーツが不足してても、一定期間超えたらもう、あの、パーツ請求できんねやんか。ということはね、買ったら、あの、買ったら箱開けて、 中身があるかどうか確認しとかなあかんねん。ほんまにない時あんねん。パーツはもうありません。電話してもらえで。パーツはもうありません。言われたら終わりやねん。だから、マックスファクトリーのこのモデロイドもそうやけど、持ってるやつ全部中あるかどうか確認してんねん。で、開いてんねんな。だからテープが。で、そっから借りてきてんけど、改めて、これ。これな。こっちがキングスカッシャー。 これ実はね、僕はあの、えー、Amazon プライムでやってたやん、これ。ラムネフォーティ僕ね、ラムネフォーティだけしか見ないねんか。さっき言っとくけど、あの、その後のやつは別にどうでもええねん。このね、キングスカッシャーとクイーンサイダロンが出る、それだけが見たかっただけやねん。で、あの、二つ買った理由っていうのが、確かね、テレビでは、あの、このキングスカッシャーと、 ついになる、クイーンサイダロンが、最後ね、合体したような気がすんねんけどな。あの、キングスカッシャーとクイーンサイダロンが、さらに合体したような気がすんねんけどっていうとこやねんけど、それが、ないねん、ここは。で、これな、見ての通りやけど、な、あの、サムライオンにはなんねん、これ。うん。で、クイーンサイダロンの方は、 えリ、ー、槍パンサーになんねんけど、正直このデザインからして、これ、キングスカッシャーが、サムライオンは当たり前になるやんて。これ当時のバンダイが、こ当時のバンダイも、このキングスカッシャープラモデルが出てんねんけど、キングスカッシャーだけで出てて、実は当時400円やねん、これな。400円。400円やってん。しかもね、 あのバネがついてて、バネがついてて、ピコーンって尻尾が立つかなんかしてん、これ。確かボタンで。うん。で、こっちはね、そんな特殊機能がないねんか。けど、5000円ぐらいすんねん。なんでやねんてって。って <laughs> 5000円ぐらいすんねん、これ。なんでやねんみたいな感じで。んで、あのー、行く店店やな。行く店店で、なんでかしらんけど、キングスカッシャーだけ見んねん。 僕が想定たかもしれんけど、行った店に、大抵行った店に、このキングスカッシャーだけあんねん、なんでか。クイーンサイダロンがあるとこってないねん。クイーンサイダロンが売れ残んねん。なんとなくわかんねんか。あの、ラムネフォーティーやったら、こっちが主役機やん。クイーンサイダロンっていうのは、な、ダサイダーが乗ってた、言えば、あの、兄弟機であんねんけど、まあ、最初の、 最初の段階では敵に回ってるあのロボットのはずやのになんでかねクイーンサイダロンがないねんこれないねんこれちょ,ちょっと待ってやあ下にあるわ分かれへん人のために出してあげるけどここに持ってきたからこれがそうやねんこれ守護騎士のうちの一つがあのキングスカッシャーでこれが、えー、クイーンサイダロン これね。で、こっちが槍パンサーになんねんな、これ。結局、機構としては同じやねんて。これ。機能としてはほぼ同じやねん。キングスカッシャーと。で、これがね、確かね、最後合体したような気がすんねんて。するだけやけど、これ。で、こっちのね、クイーンサイダロンって、見ないのよな。 うん、特に最近、み、全く見ないって言っとくわ。中古の店行っても、こっちはあんねん。キングスカッシャーはあんねんけど、クイーンサイダロンだけないねん。当時はどうやねんって言ったら、こっち400円でプラモデルやん。で、クイーンサイダロンは、B クラブのレジンキットやねん。当時は。B クラブのレジンキットでは出てんねん、これ。クイーンサイダロンは。僕は実は、あの、 クイーンサイダロンはね、B クラブ扱いやんすが5個ぐらいあんねんて。自分で買ったやつ、中古の店で買ったやつ、で、辞めるっていうお店、小売店やな、辞めるっていうプラモデル屋さんで、なんか買っていってくれんかなって頼まれて、それやったらって買って帰ったやつがあと3つぐらいやねうん、クイーンサイダロン。ガレージキットで出てんねん。B クラブで。 まあまあ下で。まあまあ下はずやねん。4000円かぐらいは下はずやねん。出来上がりどうやねん言ったらもう400円のキングスカッシャーと変われへんねん。で、他の、他の、他の守護騎士は、あの、おもちゃで出てんねんな。おもちゃで。実は。あの、バンダイっていう会社の戦略かわからんけど、これプラモデルで400円。 で、同じサイズがレジンキットで B クラブ。で、その後、おもちゃのキングスカッシャー。おもちゃのクイーンサイダロン。で、あと、守護騎士が半分ぐらいおもちゃに出てんねん。おもちゃに出てんねん。うん。だから、あの、過去の動画探ったら、クイーンサイダロンのおもちゃかなんか映してるやつがあるはずやねん。中古の店で買ってきたやつ。槍パンサーになんねんけど、うん。 なんやこれとかってやりパンさえねんな、おもちゃやから。うん。んで、改めて、この、キングスカッシャー。多分、多分やけど、かなりの確率度なんやけど、多分、えー、最後までいけへん。<laughs> これ。あのね、やっぱりね、物には賞味期限っていうのがあると思うねなんな、って時は。物には賞味期限があんねん。 ものには。このね、ラムネフォーティこれね、アニメで言う。ラムネフォーティは、僕が覚えてる限り、確か平成に入ってからやってんねこれ。ラムネフォーティは。平成に入ってからやってて、で、僕もなんか知らんけど、なんか、休みの日かなんかやな。あの、ほら、旅行お会社で働いてたから、土日が休みの時もあったら、あの、 繁忙期って言って忙しい時期あんねんな。4月、5月、6月。で、10月、11月、12月は、繁忙期って言って旅行がめっちゃ多くって、ほとんど家におれへんねん。天井にずっと出てるから。ほんで、平日代わりに休みとんねんけど、で、これ、キングスカッシャーやってる見て、ちょっとツボにはまったんや。あの、このアニメ自体が、 あの、逆漫画の要素と、あの、合体する、変形するっていうの。で、この、キングスカッシャーが出るのが、型についてんねんな。型についてる、その、ロボットかなんかに、コインかなんか入れたら、あのー、キングスカッシャーが出てきて、で、熱血ゲージっていうのはガーンって当時、ゲームセンターのゲームであったんやん。あのー、ストリートファイターとかが流行った頃やねんけど、この、エネルギーゲージがあって、 対戦してる間に武器、技が決まったら体力が減っていったりすることもあれば、ガーンってこの敵を倒せばゲージが上がっていって、満タンになったら必殺技使えるっていうゲームは当時結構あってんて、あってんあってん。で、それが、このラムネフォーティーとぴったり頭を取ってん。で、んやこれとかって見ててんけど、なんかちょっとこう冗談みたいなやってるようなことをやりながら、意外とロボットアニメとしてはね、 意外とあの時代劇風っていうの、毎回最近よく使ってるフレーズだけど、なんか前振りある。で、途中ある。最後なったら戦闘シーンになって、で、キングスカッシャーが出てきて、で、俺は今猛烈に熱血しているとかって言って熱血ゲージが溜まったら、このチェンジサムライオンとか言って変形して、最後ドカーンって言って終わるみたいな、もう時代劇風な作りやねん。一話完結の、この、 ラムネフォーティは。それが、意外とね、ツボにはまんねんて。<laughs> あのね、賞味期限があるって言ってんのが、当時は面白かったん。当時は。今どうやねんって言われたら、今時な、時代劇風の、一話完結のロボットアニメみたいなやつって、今時もう流行れへんねんて。悪いけど。 ガンダムですら流行れへんやん。言うたら悪いけど、最近やった、一番新しいやつやったら、あの、水星の魔女ってあってん。ガンダムの水星の魔女。結局、終わったら、誰もそんな話せえへんやん。水星の魔女の話。ということは、やっぱり、今もロボットアニメ自体がもうあかんねんて。うん。当時は良かったん。だからやねん。この前見て、機動警察パトレイバーが今度、 リブートじゃなくって、イージーかなんかで、ね、パトレイバーやんねん。まあ、やめとけやめとけって、もう絶対無理やってって、パトレイバーって。無理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 って。なんでって言ったら、あの、機動警察パトレイバーって言ったら、機動警察パトレイバーも、もう賞味期限が切れてんねんって。賞味期限が切れてんねんって。僕もだから、あの、パトレイバーは DVD D とかでボックスで全部持ってんねんけど、 改めてパトレイバー見ても、流してるだけやねん、ずっと。パトレイバーは。面白くないことはないけど、ン見してまで見ないねんやんか、パトレイバーって。でで、鹿子やで、リブートの時に思ってんて。16年ぐらいにリブートかなんかのパトレイバーが出てるやん。やってた時に、あれパトレイバー新しくなってるやんってリブートになってんねんけど、リブートって言って、あのー、 イングラムとか出てんねんけど、泉のは出てけえへんやんとか、少なくとも隊長がえで、第、第一招待が、例えば、南雲忍とか、第二招待の隊長が、後藤いちやったら百歩譲って、後藤貴一が出んって別やけど、全く関係ない人が出とったら、これってパトレイバーじゃないやんみたいなリブートの時にな、イングラムは確かに出てるけど、 イングラムに飲んねやったら、イングラムに飲んねやったら、なんで、フォワードが、泉ノアと大谷竿じゃないねんて。これな、んで、申し訳ないけど、あの、伊豆淵さんやな。伊豆淵さんが監督するのがわからへんけど、あの、その辺って、配慮ってあんのんて。例えばやで。 あの、うるせえ奴らもあかんかったやん。うるせえ奴らも。なんであかんのんって言ったら、答え簡単やん。うるせえ奴らは80年代は人気あったけど、80年代人気あったけど、もうね、賞味期限が切れてんねんって。80年代で。例えば今もうスマートフォンとか、な、Wi-Fi とか、パソコンとかがある時代にやで。 うるせえやつらもう時代、時代からもう取り残されてんねんで。いくら頑張っても。懐かしいなーとかってね。懐かしいなーとかっていうようなやつで、昔のあの恋愛アニメみたいなやつで、懐かしいなーって言ってた。例えばメゾン一国。公衆電話から電話してるやん。公衆電話から。あの、メゾン一国にあるあの赤電話。 お金入れて話す今もうみんな携帯電話持ってるやんみたいな。あれ今の平成とか、平成生まれの子が、平成生まれの子が、あの、あんな公衆電話見て、その公衆電話から電話しないってみたいな。賞味期限が切れてんねんて。で、この元に戻るけどな、この、な、ラムネフォーティーも、 もう賞味期限時代切れててんんねんってもう完全に今の時代。悪いけど。今のゆとり世代の子供たちがで。これ。マックスファクトリーが特にやけど、今のゆとり世代の子供たちが、俺は今熱血しているとか言うて、ラムネフォーティー見んのかって見ないよ <laughs>。見ないよ。うん。見ない。 うん、で、結局、これって誰が買うのって言ったら、結局、僕らぐらいがギリギリの年代で、お金に余裕がある、僕らみたいな年代の人が、なんかとりあえず買いますよとかって言って、今やん。ごめんな、ちょっと。すごい、でかいカーが。<laughs> あの、言って。で、今更な、もう、 賞味期限切れてるやんほんで今の若い子に買ってもらおう思うんやったらせめて2,000円ぐらいまでにしとけんかったら2,000円ぐらいまででしとけんかったらこれ最近何人かに言ったけどあの今プラモデルって5,000円ぐらい当たり前やけど今のサラリーマンで5,000円出せる人っておるって気軽に。 悪いけど、毎月な、毎月5000円ぐらいするプラモデル買うって、5000円ぐらいのプラモデル買うってね、相当リッチな人やで。それも毎月やん。30日に1回、30日に1回5000円出すのんて。出せる人はおるやろうけどな。圧倒的に出せない人が、そこまでして欲しくないっていう人がほとんどちゃうのんて。 これな。特にマックスファクトリーは、この原型のところ見たらわかんない。ちょっと待ってや。原型製作って書いてよくあるからね、けど、ここな。ここ。これ。これね、もう3年ぐらい前から思ってんねんけど、モデロイド。 モデロイドっていうブランドで企画はしてるけど原型製作って同じ人が何個も作ってるのって見たことないねこれこれで設計言うたら違う人がやってこれなんでこんなんなってんのって言ったら僕ね何年か前に見てんけどあのマックスファクトリーかなんかのホームページで原型紙募集でなんか広告売っててんでパソコンのデータやなパソコンのデータで 設計できる方、あのー、リモート、要は、あのー、で、部合でなんとかみたいな、ってことが出とって、ほんで、おそらくやけど、あの、こういうのを CG で作れる人がおって、で、それを分解して、で、プラモデルの設計に書き換えて、で、その人にお金払って、で、商品として売ってるから、で、作るの中国やから、データだけ中国に送って、で、中国で金型作って、 一定数作ったらはい終わりみたいなことでやって。んで、えー、もう忘れられてるキットがたくさん出てんのが今のこのモデロイドシリーズやん。これキングスカッシャーもそうやし、クイーンサイダーのやろ。ここ下にあるけど、あのオーガスとかもそうやん。オーガス。変形オーガス。で、あと、えー、何ガルビオンのサーカスワン。続きあれへんやん。だけやん。うん。 ガルビオン2とか、ないやん。うん。ちょっとあったなって言ったら、やっぱ、機動警察、パトレイバーみたいな、大きい、ボリュームのあるシリーズじゃなかったらし、出てけえへんねん。これもそうやん。セットやん。クイーンサイダーランド。多分2個買ってくれるやろうっていう作戦やけど、多分キングスカッシャーだけ買って、あの、買う人がほとんど、 クイーンサイドのままでマーレイは2つで1万円言うたらええー、とかってなるもん大一ここに満足感なんかないでないないうんこれな、まあ、それはさっき嫌味だけさっきに歌ったけどやんこれはねえっとまああの説明書指で使ってるやつあのコピーしてきたからまあこれ置いといてもなしゃあないからと思うねんけど うん、改めてこれだから今動画撮る前っつ見ててんけどなこれなこれで5,000円はきついなこれ5,000円きついで、うん、あのな、まあ、あのどう言いたいのかなこれで5,000円がきついっていう根拠っていうのがあのやっぱりねこれで5,000円やったらバンダイのプラモデル買うわみんなさあ買う買う。 バンダイのガンダム買ってる方が、うん、バンダイのガンダム買ってる方が、これで5000円出すんやったら、この、バンダイのガンダムの方が、安上がりや。で、それかもやっぱり、スケール切ってやな、今。この前、びっくりしたで、不死身の車のプラウンドで4000円もすんねん。うっせぇんって、不死身の車って、いつの間に4000円なってんの、みたいな。 昔1000円でも誰も買えへんかったのにみたいな。不死身の車が4000になってんねん。青島もそうで。ホンダのビートとかでも800円ぐらいやったのに最初。いつの間にか1200円、1500円、2200円になってるこの3000円、うっすやんって書いて、昔800円で中古に買ったら400円やったのにってホンダのビート。いつの間にみたいな。そら買えへん、買えへんでみんなそら買えへんでて。 高くなったら高くなったら買いませんみたいなで寿屋見たら寿屋1万円超えてんねみんな1万円ってどんな人が買うねんみたいなな1万円超え <laughs> とか待ってな切ったら熱いわちょっとなんか時代がおかしくなってるっていうのほんで 僕はね、あの悪いけど、プラモデルっていうのは多分ね、日本で有数なぐらい持ってるけど、同じもの何十個ってずっと買ってるから、あの値段の比較とかができるからやけど、うん、やっぱりプラモデルの適正値は1000円以内やで。1000円以下。1000円以下や。うん、やっぱり活性化して、1ヶ月に何本か買うとか、子供がな、これから大人になる、 これから大人になるであろう人たちがこれから大人になる人たちがあのやっぱり安心して買える価格帯言うたらやっぱり1000円以下やでうん3000円とか今の子供三3000円やったら今の子供三3000円やったらゲームで課金するんちゃうのうちの子供が課金したらどつき回したるけどなもう働いてるからもう文句言われんけど 学生の頃に課金でもしとったらどつき回しあるけどな形になるもんになれよんもん何かのつことんねん言うてるけどやで今の方するやろゲームで課金したりとかの方がの携帯電話代がいんねん言うて携帯電話代がいるから携帯電話代の方がええねんとか言うてとかちょっと考えなあかんねこのマックサックと言ってもそうやけど。 ちょっと前やな、10年前ぐらいやったらあの10年前ぐらいやったら例えばバンダイなえバンダイが出せんもんは周りの他のメーカーが拾っていくみたいななバンダイがあかんもんは他のメーカーが拾っていってとかって言いながらもバンダイもできたら10年前ぐらいやったら1000円に近い金額で商売しようとしたことあったやんつい最近もあったやんあのエントリーグレードとか言うて。 1000円以下の安いプラモデル出せたやんか今の子供あんな1,000円以下の安いプラモデルでなあんな安っぽいプラモデルに1,000円出すんやったらやで「買えへん買えへん」って「買えへん」って「今の子供バカにさらかんぞ」言うてどっ誰か言うとったやな岡田俊夫さんがなんか言うとったんちゃう「今の子供バカにすんなよ」言うてあ富野義行さんが言うとったやん「今の子供バカにすんなよ」言うて子供,の子供が作るもんやから言うとかな 子供が見るもんやからあえて今の子供バカにすんなー言うとったけどな富の義之さんがほんまにバカにすんなよって言いたくなるよなみたいな、うん、これもう言うとけ賞味期限切れてるで、うん、あの他の人は知らんで僕はあの悪いけど1ヶ月にだいたい2桁万円以上は使ってるけどやでこういうの見てもやあ出た時はああと思ったけど そのまま積んでるうちにもっと興味のあるもの買ってきたらどんどん奥に追いやられていった中でパッと出してきて見たらあれなんでこんなん買ってんねんやろみたいな <laughs> これこれやったらねあの悪いけど400円のバンダイのキングスカッシャーの方がまだ言うたわけど YouTube やな YouTube 的には昔の400円,400円やったキングスカッシャーの方がまだあるで うんあ、ある。あの、ガリガリ削ってやな。どうやねんってやってもやん。昔のプラモデルの方が、出来上がりの差が歴然として見える現在やったらやで、古いプラモデルの方が有利やん。YouTube 的には。みたいな。安いし値段も。当時安い時買ってるからやな。みたいなところから。俺。んまあ。今の子供買ってないやろ。これ。 これ何なんとか言うて。うん。お父さんを見せたくないと思うねん、こういうのって。五千円ぐらいするからな。子供が欲しい言うて。僕がもし、まあうちは女の子やからな。プラモデル欲しい言えへんけどやで。こう欲しいねん言われて、五千円きついなぁとかってお父さんが思ったやな。もっと他のにしいやとかって、そんな、企業の小さいこと言うなよみたいな。<laughs> ところからね。これ。うん 賞味期限が切れてるでってるっそれとあの今更やんマックスファクトリーとかでもなライセンス取ってライセンス取ってキングスカッシャー売りたいんやったらアマゾンプライムとかじゃなくって YouTube かなんかでやんマックスファクトリーでお金出してやん一定期間権利買って YouTube でただで見れるようにしてからなこういうの売ってから売ってね買ってくれよ言うよって。 やり方がせこいねんって言ってうんせこい言うてたるわ開発コストほとんどかかってないもんなこれ中国で作ってるからあの僕がねアコギやなあって商売として汚いなあ思うのがなあのプレミアムバンダイとあの中,国中国で作ったプラモデル日本で高い値段で売ってるあのマックスファクトリーやなこの2つはほんまにあの アコギな商売してるよなと思う時あるわあ見たくないわとかと思う時あるもんなうん,んで見たくないわとかって言うねんけど開けてやるとやっぱり納得いけへんからずーっとやってるやんほんで出来上がったらいや「まあまあかっこいいですやん」とか言われんねんけどかっこいいじゃないかなって何時間時間かかってると思ってんねんみたいな <laughs> 何時間,時間かけてこれやねんみたいなで言うとけどこれ5000円ぐらいしてきたら5000円ぐらいしてきたらパチ組みで終われへんでパチ組みであの悪いけど1時間や2時間ぐらいで 2, 2時間ぐらいでニッパーで切ってとりあえずしてシール貼ってほらどうやねんとかってな1時間やそこらで5000円同費するようなことやっとったら僕はあの悪いけど子供がそんなことしとったらやで 何無駄なことにお金使うてんねんその方が突っ込むわまた物大事に1000円言うてみたいなそんなとこですかちなみにねこの5000円の価値観っていうのはどれぐらいなんて言ったらこのキングスカッシャー5000円ここら辺にある5000円のもん,なんや 少なくても見渡す限りバンダイで5000円のもんってないやろ例えばあげで、えー、5000円やったら、えー、クシャトリアとかサイコガンダムとかやなあの後ろにあるけど1 20分の1のスコープドッグとか4000円やれうんその価格帯やでサムライオンに変形すんねんだから5000円 <laughs> 昔のバンダイも変形しとるやん言うて槍 <laughs> パンサーが「はぁ」みたいな <laughs> こうほんまに5000円恐ろしく高いであのこう下にあんねんけどあのタミヤのねタミヤのホンダ F1RA272 やつあんねんけどこれタミヤの RA272 で今値上がりした言うて2500円やん。 2個買えんねんねこれでタミヤの F1 なん <laughs> やねんとかって言いながら、えー、実はキングスカッシャーはあのアマゾンプライムで改めて見てんけどまあまあ面白かったわ <laughs> あのねアホみたいで面白いねんこれなアホみたいアホす,すぎて面白いねんこれあのー、好き嫌いは分かれると思うねんけどこれここな今俺は 俺は今、猛烈に熱血しているとかって書いてるやん。うん、これ。俺はっていう言い方がな、ここはちょっと僕はちょっと食いつくんやんか。うん。あの、裁判所で証人尋問を受けてやで、俺は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 ,俺はとか言ってたやつがおるから、あれ思い出すねん、これな。俺は、今、猛烈にとか言って書いて、猛烈にリモートのか、リモートで裁判官がドン引きしてるみたいな、なんか。<laughs> 裁判官がドン引きしてるみたいな。ははは。アホやみたいな。みたいなところ。うん。みんなドン引きやん。僕もあの、椅子に座っててんけど、初期間の人と裁判長で見てるところで、俺は、俺は、俺はってやってねでっかい画面で。大画面で。な <laughs> んやこの茶番劇みたいな。は <laughs> や、は俺は、俺は、言で。て。 俺はじゃない「私はやんけ」って言って裁判官に向かって「何を言うとんねんこいつ」とかって非常識にやっちゃうなみたいな。<laughs>